私は日本共産党を代表して所得税法等改正案及び財源確保法案の本院議決案を再議決すべきとの動議に対し反対討論を行います。憲法59条1項は法律は衆参両院で可決したときに成立することを原則としております。それは衆参2つの院で審議することによって法案審議を深め、その問題点を国民に明らかにする慎重審議を保障しようというものであり、同時に議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって国民の意思を多元的に反映させるという精神に立脚したものであります。したがって衆議院で可決したものについて参議院がそれと異なる議決をしたときはその意思を尊重し、あくまでも慎重に対応すべきであります。ところが政府与党は参議院が法案を否決するや直ちに再議決によって成立を図るという極めて乱暴なやり方を取ろうとしているのであります。参議院の結論を一顧だにせず再議決を繰り返すことはまさに数の横暴であります。与党が再議決を強行しようとしている国税二法案は極めて重大な内容を含んでおります。第一は法案の付則で消費税増税法案を2011年度までに成立させる方針を明記し、政府は早ければ来年の通常国会での可決を想定していることであります。弱い立場の者に重い負担を強いる逆進性を持つ消費税は応の負担の原則に違反するものであります。しかも昨年来の急激な景気の落ち込みが個人消費を悪化させており、このような時期に消費税増税の立法化にのレールを敷くことは消費の落ち込みを加速させるものであります。事前に国民の審判を受けることなく消費税増税のレールを敷く法律を通すことは民主主義の原則を根本から踏みにじるものであります。第2は大企業や大資産家優遇税制の継続拡充を図っていることであります。海外子会社から日本国内の親会社への配当を非課税とする国際課税の改定は企業の海外移転を加速させるものであります。上場株式の譲渡所得や配当への軽減措置を延長するに至っては一部の資産家に莫大な恩恵を与え格差を拡大させるものであります。さらに法案の付則では法人税の一層の引き下げを検討することを明記し、大企業大資産家をさらに優遇するものとなっているのであります。第3に道路特定財源の問題です。本法案は道路特定財源を一般財源化するとしているにもかかわらず、揮発油税について暫定税率を維持しております。暫定税率は道路整備の財源を確保するために導入されたものであり、一般財源化に伴い本則に戻すべきであります。財源確保法案については本来行うべき無駄な大型公共事業や軍事費にメスを入れず、大企業大資産家に応分の負担を求めないまま巨額な赤字国債の発行を認めるものとなっております。本法案では基礎年金の財源を理由に国民の財産である財投特会の準備金を取り崩し捻出することを決めています。しかし自民党公明党は基礎年金の国庫負担分2分の1への引き上げの財源に充てるためと称して定率減税の縮減廃止を強行したのではなかったでしょうか。これでは一枚の証文で二度取り立てをすることに他なりません。基礎年金など社会保障の財源を当面2年間は埋蔵金で穴埋めし、3年後には消費税増税で財源を作ろうとしていることは見え見えであります。到底容認できるものではありません。以上で本院議決案を再議決すべしとの動議に対する反対討論を終わります。